けれたけれ心を殺すことある。私は今よろしくお願いします。じゃあ、あれあのそうすいません、あのちょっとお父さん受けてるのありがとうございます。あ、いや、どうも。そう、最近なんかあの林真須美さんの息子さんをちょっと取材させてもらって、うん、だからなんていうんですかね、こう断片的にしか知らないじゃないですか、そういうなんかそのニュースとかって。だからそういう人たちの当事者みたいな人に話聞くと、なんかあ、そんなことがあるんだなっていう、なんか初めて仕事がいっぱいあったから、あ、オウム真理教っていうものに関わった人たちが、うん、なんかそのどんな考え方でそういうふうになっていったのかなって、なんか興味湧いてきて、それ、うん、直接話聞いてみたいなと思ったのが、それで、はい、ツイッターとでなんかロフトプラスワンとかでイベントとかやってらっしゃるから、はい、もしかしたらお願いしたら取材受けてくださるのかなと思って、はい、あ、いいですか。はい、そう、今はご自身の宗教団体というか、いや、まあ、あの仏教とか心理学を学ぶ宗教じゃなくて、はい、まあ、教室、はい、まあ、サークルみたいなところをやってます。名前は光の輪って、はい、光の輪のじゃ主な活動は何なんですか。だから、まあ、仏教の思想や心理学を学んだり、あとはあのヨーガの体操とか、うんうん、呼吸法を、まあ、実習したり、あとはあの、はい、聖地巡りですね。簡単に言うとパワースポット巡りをやるとか、そういったことが多いですね。どんなところがパワースポットなんですか。うん、まあ近いところ遠いところいろいろありますけど、まあ都内だったらその上野の方面のいろいろ寺社を回るってこともあるし、少し遠くなれば、まあ例えば長野の諏訪大社とか戸隠神社だとか、それからまあ日光の方の東照宮だとか、まあそんなところもあるし、まあ遠く行けば京都奈良とか行くこともありますし、まあ各地の、まあいわゆる名所の神社や、まあそれと付随する自然ですかね、そんなところも巡るとかね。会員さん何人ぐらいいらっしゃるんですか。会員制度っていうのはあんま重視してなくて、あの通ってきて、学んでもらったらいいってことで、まあ一応あの会員の何ていうか参助会員みたいな感じで、学ぶ学ばないの条件ではないんですけど、学べる学べないの条件ではないんですけど、会員の人もいないことはないんです。あ、そんな感じになってる、ね。なるほど。年齢おいくつなんですか。今58歳。あ、はい、そうですか。上祐っていう名字は本名なんですか。そうです。どこの名字ですか。福岡県を中心に全国でまあ20人ぐらいはいるんじゃないかっていうことで、すごく少ないんです、ね。で、その上祐自身はどこ出身なんですか。私も福岡で生まれました。はい、福岡のどこら辺ですか。福岡の久留米市。ああ、はい、ちょっと南の方というか、はい、だからその同じ年代の同じ場所で生まれた人といったら、歌手の松田聖子さん。ああ、そうなんですか。へえ、もうあれですか、子供の頃からエリートというか、あの勉強では優秀な方みたいな感じなんですか。うん、そうですね、まあ、福岡には4歳までで、その後あの東京の方に出てきたんですけど。あ、そうですか。うん、まあ、うん、小学校、中学校、高校と成績は良かった方だと思う。へえ、うん、小中は公立の小学校に行くんですか。
私立ですか。はい、まあ、あの東京都の世田谷区立の小学校、中学校、はい、で高校どこですか。高校はあの早稲田大学の附属高校の総大学院というのがあるんですけど、早稲田大学高等学院、そこに行きましたから、大学受験せずに早稲田の理工学部に入るってことになったんですね。で理系だったんですね。理系だったんです。はい、どんな大学時代はどんなふうに過ごしたんですか。うん、大学はあの理工学部の中の今で言えば IT ですね。ほうほうほう。あの情報通信学科で、4年普通に行って、その後あの修士課程に2年行って、大学院修士課程で卒業したそうですね。あと、まあ、あのサークルとして所属したのが英語会のサークルで、そこで英語を勉強するということをやって、大体その2つあって、ちなみにその学生時代にそういった宗教というか何かを信仰するみたいなことに興味はあったんですか。あの要するに学生時代というあの大学院修士の2年の時に、いわゆるオウム真理教の前身団体のオウム真善の会に巡り合った。へえ、それどこで出会うんですか。それはですね、家が東京世田谷区の池尻だったんですけど、そこから遠くない渋谷ですね。そこにあのオウム真理教の前身の、さっき言ったオウム真理教の会の要するに、まあ、教室がありまして、その時は洋画団体だったんですけど、それに通ったんですね。へえ、その行こうと思ったらなんかきっかけはあるんですか。うん、あのその時にですね、精神世界系の雑誌で今もありますから、ムーとかいうのが今もありますけどあって、そこにまあその後にオウム真理教教祖になる麻原がやっているヨガ団体として、ヨガ修行としてそれがあの宣伝されてたという、紹介されてた、そういうのを見てですね。で、まあ、ムーとか好きだったんですか昔は。そうそう、ムーとか好きでね。へえ、じゃあ思いつつですか、その記事としては麻原さんって面白そうな人だなみたいな、あったんですか。そのムーの雑誌の中では当然肯定的にですね、紹介されてたわけですよね、その記事で。ああ、その受けるとかそうですか。いや、まあそうだな、その受けるっていうのが中心だったが、あの浮くか浮かないかって話、はい、まあヨガと超能力みたいな感じで、まあ、紹介されてましたね。そこのじゃあジョンさんのなんか その時の思考的には超能力的なものを信じてそこに近づいたのか、それともどんなもんか見てみたいみたいな好奇心なのか、どっちなんですか。まあ、超能力にも関心があったし、健康にも関心があったし、まあそういった神秘的なものに関心がありましたね。そういったところがやっぱ中心で、ヨガの体操をやりたいとかそういう感じじゃ必ずしもなかった。へえ、そういうのを学びたいみたいな欲求ですか。そうですね、まあ好奇心みたいな感じですね。で行ってみての感想どうだったんですか、その初めて買いに行ってみたら。そうですね、初めて買いに行ったのは渋谷の教室での体験とはそんななくて、なんかちょっと入会の手続きしたのかなぐらいなんですけど、その後あの丹沢っていうのかな、ちょっと山奥のところでそのセミナーが行ってたんです。あの連日 の要するに宿泊のそのセミナーの印象は強かったですね。何をするんですか。まあ、それはあのヨガの普通の体操じゃなくて、あのかなり高度なですね、あの厳しいあの行法っていうんですか、呼吸法とか、あのそういったものを中心とした長い修行がですね、1日10時間とかそういう単位の修行とかが行われています。10時間もですか。ね、10時間ヨガやるって、どうなんですか、体力的にはきついですか。まあ、若い人だったらなんとかなりますけど、同じような行法ですね、1時間2時間3時間とやっていくような、はい、そういった他にはなかなかない、まあ、ある意味じゃストイックっていうか過激というか、そういう修行でした。へえ、ジョイさん自身は修行してみてどうだったんですか。まあ1回目行った時にあまりちょっと手応えがなかったんですけど、2回3回と繰り返す中で、まあなんとなく自分なりのいわゆるその不思議な体験、神秘体験みたいなものをし始めた。へえ、うん、神秘体験って何なんですか。まあ、あのヨガでは要するに、まあ、あの瞑想体験ですよね。ほうほう、まあ、瞑想しながらこう不思議な感覚、つまり要するに体の感覚がなくなっちゃうような感覚とか、不思議な色とか光とかが見える体験だとか、そういうものがあって、最終的にはクンダリニーっていうんですけど、その体の下から上がってくるようなエネルギーの感覚だとか、まあ、そういうようなものを徐々に徐々にし始めた。まあ、そのいうのをその麻原という主催者ですね、当時、そのうち教祖になっていくわけですが、まあ彼がその講義説法で言うわけですね。でそれでヨガの実践をして、それをまあ自分でも体験して確認するみたいな、
そういった部分が関心だったね。そういうことを教えてくれた、もうその朝原さんへは、もうその段階で結構リスペクトはあったんですか？そうですね。まあ、もともとそういった世界を望んでるってこともあって、まあ、ある道は今から思えば鵜呑みってとこもあったと思うんですが、まあ、行法をやるというか、ヨガ行法をやることは、まあ、健康にもいいように感じられたし、何かそういった不思議な体験するっていう、瞑想体験するっていうことで、まともなヨガの、指導者なのかなっていう印象はありましたね。ああ、なるほど。別にヨガの先生として慕うじゃないけど。はい。まあ、簡単に言うと、他のヨガとか何も知りませんし、他の宗教も知りませんから、それが初めてなんで、ある意味じゃ、要するに比較の対象はないんで、善も悪もないっていうか、そんな感じではあるんですけど。大学修士何の時？いや、修士2年の最終学年ですね、それが。だから、大学最終学年が、オウム神殿の会というオウムの前身団体にこう巡り合った時期で、ちょうどこうなんか入れ違いみたいになってね。逆にその出会う前までの将来の夢というか、どんな風になる予定だったんですか？まあ、そこは結構複雑なんですけど、一つは、まあ、自分が子供の時からいわゆるアポロの月着陸があったアポロ宇宙開発時代なんで、その当時宇宙開発事業団、今は宇宙航空研究開発機構 JAXA と言われているところに早稲田大学を卒業して1ヶ月ですけど、まあ、入社したんですよ。ですから、オウム真理教に出会うとともに、その前後にその JAXA に内定をもらって、で翌年3月4月になりますよね。でその、まあ、4月から1ヶ月は入社しとったんですけど、1ヶ月で辞めちゃったのは、そのオウム真理教に、まあ、出家したいとなったからですね。だってジャクサ入るって分かんないけど、なかなかの難関なんじゃないですか？まあそうも言えるんだろうけど、私はあんまり苦労して入ったっていうか、早稲田大学の理工学部からは毎年1人2人ジャクサの方から募集があるんですよね。でそれに応募して、それで入ったみたいな感じですから、しかもまあ面接でね、大体決まるんで、何か国家公務員みたいに試験を通ってってわけじゃないから、大量の人数がいるその就職面接の狭き門をくぐり抜けたみたいな感じでもないってことですか？あれはですね、大抵ですね、枠が決まってるような感じですよ。その早稲田からは理工学部に1年に1人推薦を学部長が出すと。で宇宙開発事業団それを受けると。で1人か2人は取ると。で東大からも1人2人取ると。そういうのは決まってるような感じで、開発事業団って結局私の当時では1年間にそういう新卒採用数十人しかいないの で東大からこう、東工大からこう、早稲田からこう、慶応からこう、それから広島大学からこうとも決まってるんです。なるほど、だからまあ学部長推薦の段階で決まってるのかなって感じはしましたけど、あんまり詳しいとか知らないですよね、イメージですね。じゃあ学校の学内ではもうトップのエリートだったことですか、その勉強においてというか。いや、まあそんなトップ中のトップってわけじゃないけど、そんなそのいわゆる通信簿っていうか、それから見るとまあいい方だったかなもしれない。その JAXA に入ってる時の感覚っていうのは、まあ行けんだったら行くかぐらいの感じなんですか？それでもなんかちょっとしたなんかこの大きい大使みたいなあったんですか？まあやっぱ子供からの夢っていうか憧れではあったんですね、宇宙開発っていうのが。それでまあ JAXA に最終的に泣いてもらいに行こうというふうに思う、その前後にその NHK の方で宇宙開発事業団の理事長、今の JAXA の理事長がですね、21世紀は地球はですね、地球の中じゃ持たないと、資源が足りなくなると宇宙開発しなきゃいけないっていう、そういうことを言ってたんです。それを聞いてやっぱりそうかなと思って、そういうふうになったんですけど、それとまあ大体同時並行でやり始めてたそのオウム真理教の方が最終的にまあ自分としては面白くなったっていうか、そちらの方になったから、まあ中途半端な形で入社退社。ちなみにそのジャックスさんを辞めることに関して、ご両親とかには相談したんですか？まあ両親といっても当時父親はですね、だいぶ前から浮気別居で、ありまして、相談の対象にはその時はならなかったんですね。高校生ぐらいまでちょっとその接点あったんですけど、大学の方ではですね、もう父親とは話してないですね。あとはもう母親とその親戚のまあいとこと、まあ話したぐらいで。ジョイさんはもう中学ぐらいから母子家庭なんですか？
そうですね、いわゆる、うん、まあ、中学ぐらいから母子家庭と言ってもいいんじゃないかと思いますね。あ、小学校の3年ぐらいからちょっと父親の影が薄くなってきたんですけど、すぐさま完全に会わなくなったわけじゃなくて、まあ、大体中学ですね、おっしゃると、そのぐらいからまあ大体もうほとんど会えなかったなと思います。それで母子家庭だけど養育費は払われてるみたいな感じなんですか？あの、私は子供の時よく分かんなかったんですけど、その近江真理教に入って間違いを犯して、その後反省する中でいろいろ被害者遺族の方々に対する賠償っていうのをやるようになってから、はい、あ、そしてまた母親ともまたあの会うようになってから、はい、まあ、父親がきちんとその養育費を決められた養育費をですね、毎月払っていてくれたということを改めて確認しました。確か、まあ、その前からも、つまり自分が中学生高校生みたいな時もそういうことを聞いたような 聞かないような気もするんですけど、まあそうですね、子供の時ってあまりそういうことを気にしないじゃないですか、まあ、興味ないですもんね、それであの改めて大人になって40、50になって、まあ、それで父親が義務は履行してたという点は、まあ、母親から聞いて、まあ、いい話聞いたなと思います。だってそれいけないですもんね、普通に。だって高校の早稲田の総合の私立母子家庭であんまりね、まあ、うん、そうですね、そういう支援、そういうちゃんと養育費のあれがないと無理ですもんね。 それは難しいと思いますね。だから、まあ、あの高校まではね、私もそのなんていうか奨学金とかもらわずにもろに親に頼って言ってましたから、そこはやっぱり父親の養育費のサポートがあったのは間違いない、うん。お父さん何の仕事してた方なんですか？父親はですね、私福岡出身と言いましたけど、九州大学 で最初弁護士目指したんだけど、それが叶わずに福岡銀行かなんかに入ったんですよ。で、まあ、それで転勤で福岡銀行の東京支店で来たんだけど、その後その銀行の仕事がまあつまんなくなったのか、貿易会社ですね、ライターを売る貿易会社をやっていて、で最初はそういったサラリーマンだったんだけど、ある段階で自分で独立してそのライター分野で、あの企業っていうか小企業を立ち上げて、まあ、独立してやっていたということですね。ブーユさんのその頭脳っていうのの遺伝はもうお父さんなんですか？でもお母さんも割とそういう頭のいい大学出身なんですか？うん、そうですね、母親だから福岡の学芸大学っていうか先生、教学校の先生ですから、両方とも大学出ではあるんですよ、ね。なるほど、ね、うん、両方ともそういう、頭のいい出身的なるような系なんですね、うん、まあそうは言えるのかもしれませんね。お母さんには相談したんですか、そのジャックさん辞めるみたいな。でも当然相談しないとダメなんですけど、まあ、当然反対されて、そうで、まあ、それでも押し切ってみたいな感じになって、それ押し切った場合はその関係性はどうなるんですか？いや、関係性っていうのは、まあ、要するにオウム真理教ってやっぱ出家するとなかなかもう親に会いませんから、反対されたけど押し切って出て行って、それでそのまんまみたいな感じで、それは親に会わないっていうのはあれですか、その養護とかに住むからどういうことですか？いや、あの要するにいわゆるオウム真理教っていう宗教になったのは、実はその私が JAXA を87年の5月に辞めて7月ぐらいからかな、まあ要するに出家したらもうすぐ宗教団体という形に様変わりっていうか衣替えですか、衣替えしたような感じなんですけど、その当時から要するにまあ出家制度っていうかスタッフ制度っていうのがあって、それはもう住み込みなんですよね、あの団体教団の施設に。そっか、もう お母さんの反対を押し切ってそれになるって言ってからはもうそこの寮に住んでるから出ていく形になったとか。出ていくから、だから通いじゃないんですよね、会社勤めじゃなくてそっちにも住み込んじゃってますから、うん。出家した場合に生活費とかどうするんですか？それはだから全部丸抱えで団体教団が持つんですよね。で多少自分の自由になるお小遣いをもらえるっていう制度でやってる。信者さんたちはいわゆる普通にコンビニとかも行くんですか？その、まあ、当時はあんまりコンビニがなかったんですけど、はい、スーパーとか。あの30年ぐらい前で当然、まあ、あの個人の用足しには行ってたと思いますね。へ、うん、休みとかあるんですか？休みはね、事実上ないですよね。うん、まあ自分で勝手にその一日の中で疲れたら休んどくとかいうのはその個々人の選択でねあったかもしれないけど、そのまあ要するになるべく奉仕活動をやると、奉仕活動の極限と言ってたんですが、その教祖浅原がその極限って言葉が好きでね、奉仕の極限とかそういうような感じであの最大限やるみたいな。極限って何ですか？極限っていうのは要するに限界まで行くってみたら極限という、限界まで何するんですか？うん、それはですね、6つの極限という表現を彼に取ったんですけど、伏せの極限、伏せや奉仕の極限、戒律を守る極限、それから困難に耐える忍耐の極限、
で努力する精進の極限、あと瞑想の極限、それから知恵を磨く極限、その6つの極限というのは6つの完成といわれる仏教大乗仏教の伝統教義を彼なりにこう解釈して極限って言い直した。へえ。じゃあ座禅組んだりとか、いわゆる。そうですね、そういった瞑想修行ってのも当然そういう時になるとやりますね。掃除したりとか、寺の、うん、いや寺っていうか、あの教団施設っていうのはその世田谷にあった施設ですから、世田谷本部道場の、あれ普通のなんかビルの店舗なんですよ。ああ、そうで、形としてはあのヨガ道場と事務所が一緒になってるような感じなんですけども、うん、だからなんていうのかな、お寺を掃除するって雰囲気じゃないんですが、あまあそれは当然掃除とか、あのそういった事務とかそういうのはやりますね。上優さんが、何ですかね、朝原さんになんか認められて、なんかこう割とその幹部的な地位になるみたいな、どれぐらいのタイミングなんですか？いや、まあ、あの最初からかなり認められてた立場だと思います。へ、まあ、それは87年に出家した時もそうですね。でそこで87年中に、その当時大きな師、大きな教師の師と書いて大師というんですが、そういうものに認められて、その時大師っていうふうに認められたのは、まあ、その10人もいませんでしたから、まあ、そういった意味では数百人の会員の中の10人15人ぐらいのスタッフの中のっていう感じで言えば、まあそういった意味で最初から結構認められてたんですけど、当時も数百人も会員がいたんですか？そうですね、数百人ぐらい会員いたと思う。でもその人たちがみんな住み込んでるわけじゃなくて、その人たち家から通ってきて、はいはい、でそれに対してあの教えるのを朝原と共にやる、朝原を手伝ってやるそのスタッフっていうのが、そうですね、私がですね第13番目のスタッフなんですよ。へー。だからその前に10人いたんですけど、で私の後もいますから、いや20人ぐらいいたかもしれませんね。私が最初に87人出家スタッフになった時に、へー、そんな体制だった。それがどん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 広がっていくんですけど、うん、87年から88年89年ぐらいになる段階では、そのいわゆる出家っていうか、そういうものが数百人に今日急激に拡大していくってことが起こって、まずその信仰宗教が大きくなっていく過程、いやまさにそうですね、まあ、時にその、昭和の終わりから平成の始まりにかけてのオウム真理教幸福の科学を代表とする新進宗教ブームの時で、それからマスコミとかそういうのも結構関心あって、その幸福の科学の大川さんとか朝原とかテレビに出したりした、そういった時代のちょっと前ですよね、87、8っていうと、もうだいぶそういうのに火ついちゃって、なぜか分かんないけどそういうのが広がる時代背景があります。そういった、じゃあちょっとマスコミから持ち上げられるような形だったオウム真理教が風向きが変わるタイミングって何なんですか？あのオウム真理教第一の風向きの変化は大体89年ぐらいからだと思うんですけど、オウムは要するにその出家制度っていうのが非常にこう、なんていうか、苛烈っていうのかな、うん、親が反対しても出てこいみたいな感じですから、それが出てきた。でそれかなりの数になった。でしかもあの未成年者が一部それに含まれてたってところで、要するに親とのトラブルがになり、でその親側に立ってそのトラブルを解決しようとしたのが、後にオウム真理教に殺害される坂本弁護士、坂本堤弁護士ですね。で彼の殺害事件が1989年の11月に起こる、うん、まあ、そこがその前の親とのトラブルとその事件というのがオウム真理教につまずきの最初、大まかに言うとそうなんですね。その殺害事件は結局オウム真理教誰が主犯でやったんですか？それはまあ朝原が首謀者として、残り 5,6 名のですね、出家信者、これが行った。そこには上位さんは関与しないですか？私はその共謀の場にはおらず、その前に何ていうか、今その教団がマスコミで叩かれてると、で特に毎日新聞系のサンデー毎日に、叩かれてると、でその場で教祖がもう毎日新聞社けしからんからトラックでも突っ込むかとか言って、それに対しては、ね、そんなことは危険ですよ、言って、そういった結果だと思うんですけど、その後私とかあの弟子の中で女性のお弟子さんで一番弟子って方が愛さんって方がいたんですけど、その2人3人は外されて、他の人間が5、6人がですね、教祖と共謀したんですが、実はその裏があって、その前にですね、その坂本堤弁護士を殺害した人たちが中心になって、内部の信者を1人殺害してるっていうことがあったんです。それはあの、
馬淵田口事件って言うんですけど、はい、その二人の人がいて、一人はですね、修行で事故で死亡したんです。これは殺人じゃないんですけど、はい、その死亡届を出すと教団に傷がつくってことで出さず認定したんですね、はい、そしたらそれを知ってたもう一人の信者が、その後脱会するっていう話になって、脱会して外に、まあ、告発するんじゃないかって恐れてそのものを殺したという事件があって、その時にそのに関与したその幹部信者ですね。その幹部信者が、それに新人を二人加えて坂本堤弁護士の殺害に及んだってことなんですね。私はまあ、その坂本弁護士事件に至るまでに都合あったその、2つの内部事件と坂本事件の 3つの事件が全容を知らない中で、坂本弁護士が失踪したっていうマスコミの報道、これをこう聞く立場になった、そういう状況だったんです、ね、でそれでいつもその教団のスポークスマンみたいな立場が有名になるというか、そうですね、その段階から知られる、はい、そうですね、坂本弁護士事件の事後対応って言うんですか、その疑惑に対する事後対応の、まあ、もみ消し役を教祖に命じられて、そこでやったことが、その後にそのああ言えば上流とか言われるような、95年のサリン事件の時にもこう続いていくその始まりになるんですね。その坂本事件とサリンの間にも何かあるんですか、事件、うん、まあ、あるけど、国土法違反事件という、まあ、行政法の違反の事件なので、はいはい、ちょっと他の事件とはちょっと次元が違うというか、まあ、簡単に言うと交通違反みたいな事件ですが、しかし、まあ、それが熊本県南の村というところで、その土地を買った時に国土法を違反したということで、普通だったらそんなに、まあ、とにかく指導を受けるぐらいのことかもしれない。あ、じゃあ普通だとネタになるような事件じゃないですか、うん、ただその前に坂本弁護士の失踪があって、その熊本県南の村、その教団施設を買い上げて作った施設の中に隠れてるんじゃないかとか、そういう疑惑もあったし、で南の村は進出を受けて村を挙げて住民票を不受理にして反対運動だし、そういうすごく深刻な政治状況になったので、まあ、県がそういった行政法違反を活用して一回強制捜査やった、そういうような事件だったかなと思います。じゃあ地下鉄サリン事件の時は東雄さんはロシアとかにいたの？そうですね、地下鉄サリン事件は95年で、そのちょっと前の松本サリン事件、これが二大サリン事件なんですが、それは94年の6月なんですけど、その1年前の93年の秋ぐらいからロシアに行っていてですね。なんでロシアに行ったの？まあ、それはロシアに支部がちょっと前からできたっていうのと、あと、まあ、その教祖が行くようにと言ったと。でなんでこれ行くようにって言ったのかっていうのは、その私も分かってなくて、マスコミの方も探るんですけど、左遷説とか擁護説とかいろいろあるわけですけど、ちなみにその時のロシアに行けって言われた時の関係者の中にはですか、うん、まあ、もう上司さん的にはこう上司っていうことじゃないですかね、まあ、教祖ですからね、そういうのも、まあ、教祖だけど、まあ、あの時はオウム真理教は孫子っていうふうに言うんですよね、はいはい、まあ、尊称として。そしてもう一つはやっぱグルっていうんですよね、はいはい、グルとか孫子っていうふうに言うんですけど、まあ、その教祖からまあ言われたことですから、ただまあ感覚といえば中心、日本という活動の中心から外れるわけなんで、はい、それは抵抗感はあったんですけど、まあ、教祖にうまいこと言われて、あっちの方が重要だとか言われて、その時は行くわけだ。じゃあ行ってる時は何とか半信半疑っていうか、ちょっと 不満を抱えながら行ってたんですか、ロシアには。あんまりこうごたごた考えないタイプなんで、行ったら行ったでそこが、そうですか、日本とは違ってすごく刺激的なところなんで、まあ、人も違うし、いわゆる、まあ、なんていうか、もう都市環境も違うし、ロシア人の会員ながいるってことですか。そうですね、ロシア人の会員信者がいて、で会員信者の上に立つ出家修行者っていうか、それがいて、まあ、日本と同じ構造ですか。どうですか、ロシア語でやるんですか。うん、ロシア語は喋れないので、片言喋りつつ、その大学で勉強した英語だったら、英語ロシア語の通訳はあちらにも多いから、それでやる場合と、極めて限られた数ですけど、日本語ロシア語の通訳もいたんですよ。それでやりました。大抵がその前ソ連邦として、日米と対立したソ連じゃないですか、うん、そこに日ロの日本語とロシア語の通訳がいるってことは、いわゆる対日本の諜報部で日本語を勉強してたようなやつが、ソ連邦崩壊後オウムに来て、こちら仕事ありますかっていう、ね、軍部出身です。そんな公安みたいな仕事してる人がいたんですね。そうですね、まあ、簡単に言うと軍事国家ですから、その日本語のエキスパートで言ったら日本関係の軍事関係者みたいな感じで、
へえ。そういうのあったし、まあそういったなんかこう日本で体験できないことが毎日続いてたんで、それでこうなんかいわゆる躁状態っていうのかな、ハイテンションになってるうちに1年半ぐらい経って、サリン事件が地下鉄で起こって大変なことになったから、もう一回広報活動をやってくれて呼び戻されたっていう。なぜサリンに至ったかとかは、ジョージさんは全く知らない状態でロシアにいるんですか？そうですね。だからその間にいた松本サリン事件に関しては、あのロシアにいたからあんまりこう聞き及んでないんですよ。もちろん松本サリン事件が起こった時には起こったことは起こったんだけども、しかし教団が関与してるって形では報道されてないから、あそういうことが起こったんだなみたいな感じ。そもそも教団はどこからどうやって手に入れてたんですか？てか そのすぐ手に入る毒物なんですか？いやそうではないんですけど、いわゆるあの教団の出家者の中には大学院レベルの技術者がいるんですよね。あのそれでサリンに関して言えば、筑波大学のその化学部かな、あそこに所属してた土屋正美っていう人物がいて、で彼がそのインターネットの情報からこうやって作れるんじゃないかと、そういうふうに、まあ、見出してそして作ったと、まあ、彼と中川あたりですよね。じゃあもうネット検索で、そうか、でも技術者ですもんね、うん、それは今から思えばってことなんですけど、当時はその欧米の米国の学者だったんですけど、サリンに関係する情報をネットに公開しちゃってたんですよ、ホームページ。それをオウムの方は学ん でそこからまあ手探りなんだけど、そういう風になった。へえ。松本ではそうか、別にオウムが関与してくるとかもわからない状態で、はい、まあ、なんかそんな物騒な事件が起きたんだな、夫婦、はい、ぐらいの感じで。そうですね、特にあの時は松本市民であった河野さんという方が、ほうほう、あの冤罪なんですね、間違って疑われて、そこにキュンと集中しましたから、オウムとの関連ということで、そのロシアに私に伝わってくることもそういった意味でもなかったんです。はあ、じゃあそれでいうと、そういえば地下鉄、あれどこの地下鉄に参ったんですか？いや、あの霞が関を中心とした、ほうほうほう、あのその何本からの線で参ったわけですけど、地下鉄の駅っていうよりその地下鉄の車内にその参った。それはどんな、後から聞いた話だとは思うんですけど、教団の中でどんな思考のもとそこに至ったんですか？ああ、それはですね、なんでそうなったかの、その一番核になるとかまだ依然として分かってなくて、その前にあるその信者の親族をその信者の活動を妨害するってことで拉致したって事件があるんですね。カリア氏の拉致事件という、ほうほう、カリアというそのまあ公的な役場での職員の方を拉致したと。でそれで警察に尻尾をつかまれて強制捜査が行われるんじゃないかという情報がその教団に入ってくると。なんで入ってくるかというと、警察に信者がいて情報が漏れるという構造になってた。でそこで対抗措置としてどうするんだってことで、こういった教団に対する捜査っていうのはその前々から噂あったけど、ちょっと前に阪神大震災が起こったと。でそこであのそういう大きな、なんていうんですか、あの出来事があったから捜査が遅れたと。じゃあ今度同じような大きな出来事、パニックを起こせばまた遅れるんじゃないかってことで、その地下鉄にサリンをまくという暴挙に至ったんじゃないかという推察はあるんですけど、そういった話はあるんだけど、最終的にはその話し合いを内部でやる中で教祖が引き取って自分が考えるって言って、その後何が起こったかよく分かんなくて、その後は村井というその朝原の片腕みたいな人間がその教祖の指示とほのめかしながらみんなにその実行指示する局面が、まあ、あの後で裁判で判明した。なんか動機の部分の一番あのこうコアな部分ちょっとよく分からない。それは目標が貫かれたままってこと？まあ、まずは朝原が、まあ、目標をしたし、村井はその要するに朝原とは違って逮捕される前に殺害されるという事件が起こっています。ひろゆきという人物に村井秀夫の殺害事件がその4月23日に起こって、その大体1ヶ月前の3月20日にサリン事件で、4月23日が1ヶ月もしない5月16日だったと思いますけど、朝原が逮捕ということで、だからその一番気になる朝原は話さないし、そしてそのナンバー2として中継して指示を、実行の指示を伝えた村井は死んでいるし、というところでこう動機の解明が今一つできないというのはこのサリン事件の一つのブラックボックスになってますね。でもじゃあ上優さんからしたら、要はいきなりそんなことが起きて大変だから
マスコミ対応やってよって言われるわけじゃないですか。でも新聞記者が書いてるようなことしかまず知らないわけじゃないですか。何から始めるんですか。まあ、とにかくその時、まあ、まず自分の心の心境としては、まあ、教祖に対して盲信が非常に深くなってますから、なんとか要するに教団を守んなきゃいけない。守るってことは事件の関与を否定するってことに他ならないから、それを一生懸命やるわけですけど、はい、どうやってやったらいいかなんかは、まあ、とにかく受け身ですから、こういう疑惑がある、ああいう疑惑があるって言われても、それはないないないと、そう単に反論するっていうか、力ずくで反論するしかない。あ、じゃあ何かをそうか調べるとかそういうことで理論武装をするっていうよりは、もう合気道のごとく、あの言われたそのマスコミたちの質問をかわすみたいな感じですか。あのおっしゃることが私としては正しいと思います、うん、ただその時私を見た者たち、方々はですね、あの要するに私が一定の理論武装をしているようには見えたと思います、うん、その村井とか、それから当時の顧問弁士の青山がそのなんか示す、こういうふうに反応したらいいんじゃないかとか、その教団でサリン作ってたんじゃないか、そういうような何ていうか痕跡があるぞと言われて、いやそれは違います、農薬をなんか実験製造してたんですとか、そういうそのまあ要するに後から見れば取ってつけたような言い訳なんですけど、一定の論理っていうか、まあ主張はあったんですが、まあ大まかにはその無理無理反論してたな、間違いない。へえ、そっか。でもその時はでも信者だから、なんていうか守りたいっていうのが上位さんの中の正義なんですか。そうですね、守りたいというか守れればならないっていうか、逆に言うとその守らずにそのマスコミと一緒に団体を疑うとなれば裏切りってことですから、それはどうなるかっていうのはまた内部での教団信者殺害事件も起こってますから、そういうのはまあ無意識的にですかね、まあ、裏切ったら殺されるとかそういうところまで考え至る前に、もうその前の段階でもう反射的に団体を守ってる、教団を守ってる。ちなみに そこまで深くこう進行するようなきっかけとかあるんですか、それとも徐々になんですか。それは徐々ですね、おっしゃるとおり徐々にで、まあ、まずは最初にこう神秘体験とかする中で、まあ、要するに輪廻転生とか生まれ変わりとかいうのがあって、はいはい、で生まれ変わりで高い世界に生まれ変わるか地獄とかに落ちてしまうか、そういったことは結局は教祖グルの導き、主語、これが鍵になるみたいな教義がオウム真理教にあって、うん、そういった意味じゃオウム真理教の教祖っていうのはその信者の魂の主みたいな、そういうような部分で非常に強い、なんていうかな、支配力っていうんですか、それを持ってたし、それに加えてオウム真理教って、まあ、それを支えるようなオウム真理教のヨーガや仏教の修行による神秘体験ですね、はい、でそういった神秘体験が教祖の力なんだっていうふうな、まあ、そういった教義ですね。でその最終段階では、まあ、これはあんまりメインではないんだが、神秘体験というのはヨガとか仏教の瞑想でそれを過激にやることによって形成されたってとか多いんですけど、最終段階ではそれらに加えて LSD ですね、覚醒剤を使ってそれをそうとは知らずに飲ませて神秘的体験というか変性意識状態にして、それが教祖の力なんだっていうふうに思わせてさらに深くハマらせる。気まぐれのさよならをいつでも流